はいどうも皆さんこんにちは、ウルです。それじゃあね、今回もひとかわびディスカバリーやっていくというわけで、前回からの続きというわけで資源エネルギープラントやっていきましょう。今回は完全クリアでお送りしていきます。なのでもしかしたら2ステージで動画が終わる可能性もある。もし時間に余裕があるならば3ステージでやる。ちょっとサクサクいきましょう。サクサク早くやりつつくまなく3サク OK、 それが一番理想、それが一番大大事。ちょっと邪魔だったなあいつら。さてこれ差し切り進んでいきましょう。さてこれ資源エネルギーバランス、なんか横の部分なんかいけそうでいけないね。これいけそうな部分があったりする。何これ、工場見学思い出さない64のてでんててんつつてでてんてんててんててんって BGM 聞こえるよ。だってここは渡れないね。オッケー、じゃああとは進むしかないね。前ここにね横道なんか寄り道して何かをゲットしろみたいなのあったりするんだよ。 BGM は工場見学やんけ。いや怖っ、ここイエーイ資源エネルギープラント怖すぎ。ちょっと待って、あそこにいたら死なない？死ぬよね。なんであそこにあんなあからさまに当たり前かのようにあんなコイン置いてあんの。なんなん、嫌がらせ、嫌がらせかもね。あぶね、間に合うか、あぶね。あでお前らいいのか、ちょっとファイヤーの方がいいかもしれないな。あぶね、これドラゴニックファイヤーじゃないと前提どころか。これドラゴニックファイヤー前提が。でもこれファイヤー、あいつ、あいつなんで俺のファイヤー強いの、マジでドラゴニックファイヤーぞ、こっちドラゴニックファイヤーぞ。もうやけしね。オッケー、さてこれいずれ多分上に渡れるルートがあったりすると思うんですが、でこれ今回壁が開いてる。あぶね、あいつ、あいつさ、ちょカービィの敵ちょっと殺意高くなってきてない？やばい、この殺意高いんだけど。これ危ね、ここここアンチ、ここアンチ、あそこ出っ張ってる、よく見ると。危ね、何これ、四角で騙してくることもあんの。おっと、お前はか、お前か、お前か。でこれ倒しまして、でオムライスがあるんで、でオムライス食って、でここは割と優しかったね。さてこれで邪魔だ、こいつハンマー食うべきだったか今。あお前この時何やってんの。いやコーヒーがあるね、飲もうか。あ何、コーヒー3杯で眠気覚まし。んー、リアルの方に欲しいかもしれないけど、俺はコーヒーが嫌いなんだ、ごめんな。俺コーヒーは割と苦手なタイプだからさ。ええ、あーなるほど、なんか理解したわ、なんとなく理解したわ、なんとはなし理解したわ。行きましょうか。オッケー、ここで入って、ここ入るとワゾちゃんがいて、しかもアンチと。まあ一気にも行けもするんだろうけどもって感じだよね。まあ、これ普通に上行って、これ上からなんか行ける場所とかあったりするよね。なんかこういう場所なんかあるよね、絶対ここありました。ここ左側なんかありました、上宝箱で。しかもさあこれ何、制御室で侵入せよ。ここ制御室なんだ。これ制御室侵入したらなんかあいつらやんわりしたりしないか。でもここやっぱね、こういう上はやっぱ調べられる場所、調べておきましょう。皆さんも調べましょう。でここは常に閉じてんだね、一回閉じたらアウトなんだ。なるほど、危機関係を破壊したのかな多分さっきのか。あなるほど、そっか、スイッチを押して今起動したから、そういうことね。なるほど。で、ちょっと待って、コーヒーなかったよな。コーヒーなかったよな。それが怖い。うわででんででん。じゃあ、まんま工場見学じゃん、この感じ。この感じ怖いんだけど、マジで。トラウマぞ、お前。64番のトラウマを俺に植え付けさせて。あ、眠気覚ましコーヒー。お前、寝てんじゃねえか。起きろ。起きろ、起きろ、起きろ、起きろ。オッケー、オッケー、コーヒーもらいまして。で、コーヒー3杯で眠気覚まし。コーヒー3杯で、これ、コーヒー3杯で、どっちが読み方正しいの？コーヒー3杯だーか、それともコーヒー3杯で。みんな、どっちなんだろうね。危ない、危ない。これ、ダッシュしすぎて死ぬぞ。オッケー。死ぬぞ。ちょ、待って、見えねえぞ。どこにいんだ俺。ちょ、待って、あいつ上にとか、なんか上になんか行くルートあるな、これ。上になんか行くルートあるのでは。ちょ、行くる。行こう。オッケー、やっぱ上になかった。ほらね、やっぱああいうのはヒントになってるんですよ。敵の配置は大抵ヒントになる。これカービィ雑学で使えるからね。みんなカービィ雑学ってなんだ、カービィ雑学ってなんだろう、よくわかんない。で影を見て、よく見て動きましょう。オッケー、でこれ5枚揃ったんで、ワドちゃんが解放と。オッケー、これでこっち行きまして、ワドちゃんキャッチ。はい、オッケー、2匹目のワドルディ、いいね。いや今作のカービィ使われてさ、他のなんかカービィシーズンから1ステージ長くない？気のせい、そう感じるだけ。ちょっと危ない危ない危ない、このファイヤー怖いんで、ここ無視していきまして。うわ、なるほど、了解した。これこっち行ってキャッチするじゃないですか。それ一回左に戻ります。一回出して左、オッケー、完璧完璧、オブザイヤーを受賞してます。さあこれで、ここでドラゴニングファイヤー持ったら、ここでいや、あファイヤーここまで持ってこなきゃいけないんだ。なるほど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 、でゆっくりなんだね。オッケーオッケーオッケー、ゆっくりになるんで、その間行きましょうか。オッケーオッケーオッケー、危ね、ドラゴニックファイヤーありがとう。さあドラゴニックファイヤーのおかげでいけるようになったんで、でこれここの上は行きますじゃないですか。で行きます行きますして、この上に多分なんかあると見た。オッケー、ボーナスステージありました。完璧だね、今回攻略要素がなかなかうまくない。もうカービィ使いに慣れたようなもんよ、みんな。さあんファイヤーここいらね、別に俺持ってし、導火線が着火。ちょっと待って、一回ちょっと待って、ルートを確認しようか。これ踏んでないと常にダメなタイプ。あーなるほど、やっぱダメか。だとしたらファイヤー一回、そうか、導火線が通るのに2さだめて、一回あれか、
行かないといけないからちょっとやってみましょうか。まあ、これは別に純粋なパズル脳ですね。パズル脳があれば何とでもなるって感じですね。なるほど、このでかい図体を何とかしてかわしつつ、つまりこれ導火線を追っていくような形で動けば別に何も問題ないのでは。あ、ちょっと待って、これここら辺にいて、で、あいつがここ、あそこ通り過ぎた瞬間に頬張りキャンセル。オッケーオッケーオッケー、行きましょう行きましょう。で、この頬張りキャンセルからの急いダッシュ。まずい、間に合うか。あ、オッケーオッケー、間に合う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 、オッケーオッケー、こんな感じだね。オッケー、ちゃんと下のあれちょっと白い線を見れば多分判断できるかも。行きまーす。オッケーオッケーオッケーで、オッケー、これで行きまして、オッケー、ゴール。さあ、で、これワドちゃん助けていきましょう。はい、ワドディを助ける。で、みんなまだここで下行くのはまだ早いと思わないかい。ここ行けそうだよな。で、ここ行けば多分ここで入れるんで、おい。で、ここで設計図ありました。何でしょうか。スリープの能力。え、いる？ディープスリープ、スリープの進化系がここにありましたね。ここ見落としがちなんで皆さんも注意していきましょう。ちょっと待って、落ちちゃ、あ、そこ落ちちゃっていいのか。よかった、ごめん、間違えたわ。じゃあ、さっき進んでいきましょうか。ちょっと待って、後ろからなんかトゲ来てない。これ、なんかありそう。なんかやばそう。これ、トルネードの方が良かったのでは。まあ、いっか。いいでしょう。ここまで下に降りると書いてありますが、眠気覚ましのコーヒー、こんなとこに。オッケー、3杯目がここにありました。皆さんも注意していきましょう。ちゃんとしっかり見てね。オッケー。で、これはもう避けていくしかない。これはもう避けていくしかない。バーリングファイ。オッケー。で、これガチャポンありますね。ガチャポンあるんで、これ取っていきましょう。ガチャポン取りの。で、後ろに自販機ある。あれ吸いましょう。あれ吸いましょう。あれ吸わないとダメだ。多分あれ吸わないとダメ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 。急げ。で、これ缶はこれで缶で破壊できるんで、これいきましょう。オッケー。邪魔。これガチャポンじゃねえよ、くると。俺これ、どう、あれか、ゴミの缶かと思ったら、あれ、自販機の缶かと思ったら、あれじゃねえ、これ。あれ、ガチャポンの缶、いや違う、普通に空き缶だわ。ごめん、見間違えてたわ。おい、何言ってか分かんねえ、自分でも。早く、もういろいろ早口で言いすぎて何言ってか分かんねえわ。さあ、これでオッケー。で、これ開くでしょ。で、開いて、で、ここになんかある。お、ガチャポンですね。いいですね。さて、これでいいんで、さて、ここはなんだ？え、これ挟まれないよね。あ、よかったよかった。怖い。あそこ挟まれそうだな、さ。うん？これはっぽい。で、やって。お、なんだ？ああ、ちょっと待って。じゃあ、なにこれ、なんか、こんなクイズのやつ、なんかホールガイスこれ。これ、なにこれ。待って。うぅ、よっしー。ちょっと危ねえ。何その要素、何それ、何急に今の。てかもう全部達成してんの、なんか達成できないし、ワトちゃん一匹助け損なってる。どこで、あ、これじゃね、これだ、足元だ。危ねえ、足元は。でも残り1個、何、こっち行ってみていい。あー、ごめん、なんかあいつは自殺してるわ。なんか言い方悪かった、ごめん。これどうしよっか、これ戻れる、ちょ戻ってみようか。ダメだね。じゃあこれはちょっとアウトかもしれない。一個ちょっと見逃したんで、ちょっと一回ちょっとやり直してきます。ちょっと何が条件か見てみようか。そうしよう。で、条件何？制御室へ侵入で5匹助けた。で、コーヒー3杯何？一度も挟まれない。おー、達成してんじゃん。なるほどね。一度も挟まれなきゃいいのか。あ、今達成されるとか、どう条件もあんのか。いや、ちょっともう、こう、心臓に悪いんだけど、それ。帰る。ん？幹部召集って書いてあった、今。幹部召集って書いてなかった。幹部召集力って書いてなかった。書いてあったよね。つうことはこれ次ボスらしかあるな、可能性。で、まあ4次元空間ができたりしたと。で、結構設計図まだまだ、あ、てかスリープにまで設計図あるとは思わなかったね。スリープにまで設計図あるんだ。まあとりあえずじゃあこの幹部召集やっていきましょうか。さてやっていきましょう。で、幹部召集でいくらこれ全員ボスらしなのかな。それでもあれか、今までの中ボス連中全員集められてるとかか。多分そういうタイプだろうね。さてやっていきましょう。だって幹部召集でくらい、君たちは何、幹部いる？幹部要素今ある？幹部に聞く幹部いんの？で、これちょっと待ってね、これ、あー、やっぱボス戦っぽいね、ボススラッシュ。あ、ほら、目の前にほら、ゴリラいる、みんな。でもゴリラって正直アイス弱点だよな。どうすっか、でも剣で行ってみる。剣で行こうか。うん、こいつ、言うとアンチ足元だしね。足元アンチだし、普通にやってみましょう。これ、全員ノーダメ倒すとかあるかな。まあ、ちょっとやってみようか。まあ、今でもゴリラ同士なんで。あー、すごい、フィールド特殊なゴリラ。フィールド特殊ゴリね。あ、技変わってる？技は変わってたり。あー、いきなりジャイアントスイングするようになってる。ちょっと強くなったんだね。で、これ投げといて、斬撃打っといて、ちょ、前より伸びるな。前より伸びるな。ちょ、前より伸びるな。ちょ、オッケー。で、これで。おい、貴様らメタネット級の敵ではないわ。さて、まずはゴルムルムンバーを倒しました。メタネットソードやっぱ強いね。さて、次誰が、つうことはこれ全員いんのかな、あのキャロラインとか。え、からのこれ、からのカーですか。あー、なるほど、これはおっと、
なるほどなるほど、そういうことしてくる、そういうことしてきちゃう、やるしかないでしょう。いや、ここショートカットできたっぽいな今の。まあショートカットできたくさいわ。みんなオッケーオッケーオッケー。ジャンプで調整しつつで、これこっちカーブオッケーで、まあ敵は別に気にせず行きましょう。で別にマグマ踏んでも別にそんな時間は慌てず行きましょう。慌てず行ったら意味がなーいで、なるほどね、マグマに行って道がない。まあ焦るなみんな、焦ったらもうここで試合終了。で焦んなくてもほら1回ぐらい避難出たら許されるから、ほら1回ぐらいの避難は許される、優しい世界。しかもリトライまでついてる。これ1回も落ちないでやるっていうのなんかありそうじゃない。ちょっとやってみていい？オッケー、みんな一回もぶつかわずに戻ってきたね。さてこれどうだろう、これ条件達成とかあるかな。一応検証はしてみたけど、さてどうだろう、一度もぶつからずにクリアとかはなさそうかな。別に何もなさそうだね。だから普通にクリアしても問題ないと思います。じゃあ普通に次の行ってみましょう。で次は多分順序よく行くと多分あのウィスピーユッツ野郎なんで、ウィスピーユッツ野郎戦っていきましょうか。あ違う、お前かい、お前なんだ、お前幹部第二形態。お前いきなりそれ、いきなりそれか、やだなそれ。そのこいつ強いんだよな普通に。こいつ普通に強いから嫌なんだよみんな。ちょ危ね危ね、こいつ怖、こいつ怖い、本当に怖い。でこれちょっと一回ちょっと横に走りつつやっていけばこいつのこれはかわせるんで、横に走っていきましょう。とりあえず常に横に走りましょう。でこいつは必ずスローになるんで、で必ずこの後スローになるんで、必ずジャスト回避で回避してみましょう。はい、オッケー、これで回避して燃やす。オッケー、さあアルマパルマさんよ、お前はもう燃やされる定めだぜ。燃やせ、もうとりあえず燃やせ、もう何が何でも燃やせ、さあこれお前燃えてるぞ。いったお前、いきなりそれかい。ちょっと待ってよ、これ幹部全員ノーダメ、もう達成できないじゃん。達成したかったよお前。それいきなり大丈夫、背中燃えてるけど大丈夫で、これわいさよなら。まいやー、一回食らったのちょっと悔やまれる。全員ノーダメに行きたな、これ全然倒れるときは静かだな。だってじゃあアルマパルマ倒した、あ1分30秒以内倒すとかあるわ。あそういう条件か。これ他に条件はやっぱ1個なんか見逃してるよな。え何を見逃したんだろう。俺ゴルルムンバーをあれかな、1分以内倒す、30秒以内倒すとかかな。ありそうだな、それミスったかも。まあ行きましょう。オッケー、さらにトントン。あこれなるほど、ジャンプするかしないかもちゃんと見極めなきゃいけないよみんな。これえ落ちてるやん、えジャンプしてんのに落ちてんやん、ちょジャンプしてんの落ちるのはどういうこと。なるほど、ちゃんとタイミングを見極めてポン、早すぎてもダメだね。ってことで明日そのまま勢いでいきましょう。勢いでポン、オッケー、どっこいすごい破壊すんな。あワドちゃんこんにちは。ういでこれワドちゃんを助けましょう。オッケー、いいねこういうボスラッシュ、斬新で。一匹どっかに見逃してる、どこだって。次はおそらくキャロラインかな。そうだね、この感じ多分キャロラインだわ。でノーブルレンジャーで行きましょうか。さてじゃあキャロライン先輩、ノーブルレンジャーが弱点なんで、じゃあ行きましょう。あいきなり切れた状態なんだ。これ撃っといて、危ねえ危ねえ、投げナイフ、チャンチャ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 ン。でこれでおいおいからの避けて、いや爪の斬撃残るんかい、くらえ。おい避けまして、でこれ避けて、正直キャロラインとかもう戦ってるから正直そんなよね。でも戦いたいじゃん、もう一回いて踏み潰してくんな。待ってくそこ、いや意外と遅いな。おーおーすごい近いな、近いんだよ。あクソ避けられたな、あとちょっとでも削れないの一番嫌だよね。さあこれどうするかな、突撃してくるの待ちましょうか。ああ当たんない、いや割と俺書いて遅れたよ今回、書いて遅れたよ。おい終わりで、キャロラインも終わり、キャロラインもちょっと食らっちゃったね。いや一回食らうの情けなし、穴があったら入りたいですね。さあでこれキャロライン終わった、もうこれゴール、いやまだだよな、次なんだ。うん、ジェットコースター。はい、ここでちょいと失礼しますよ。戸付けのウルです。いや、ここですね。実は、このジェットコースター乗り場のところでちょっと見逃しが一つあったんで、お教えしましょう。そのちょうどジェットコースターの横ですね。そのジェットコースターの横の右側のところに、ストームトルネードの設計図があるんですよ。自分はこの動画で撮り逃したんで、裏で撮っちゃったんで、ちょっと、教えできればいいなと思ったんで、そこをお教えしておきます。というわけで、役目を終えた私はもう用済みなので消えます。ドロン！今後に来てジェットコースター、ちょっと待って、これ周りになんかあったりすんじゃないのこれ実は。ちょっと色調べてくるわ。見た、待て、ここなんか登れるぞ。もしてこれワドルディもあれかな、アルルムンパのステージのどっかにいたのかもしんないな。これいやこれステージにいるわみんな、クソボス戦だと思って油断してた。いやこれは油断した俺が悪いね。というわけで多分2体目のワドルディも多分あのアルルムンパだっけ、あよくわかんない、あのよくあんねやつの近くにいると思うわ。探してみてくれ。さてこれ滑ってきまして、さて動体視力ゲーですか。はいはいはい、でこれ戻す、ではい、で右オッケー、右受け、左あ右あオッケー、右真ん中左開いた、熱い。でもある意味あえて減速できるが、あえてあれ食らうことによって減速できるが、みんなここで押します、あ右押します、
はい。あ、あ、危ない。さてこれどっち？左？次右？右ではないな。隕石群が、隕石群が前から押し寄せてきますよ。旦那様、旦那様からのボン、オッケー。いいよいいよ。さあここから早いぞ。気をつけろ。左、右、右、オッケー、オッケー、オッケー。ひぃひぃちょっと危ない危ない危ない。なんてことすんの。はあ、はあ、でも全部スイッチ押したんじゃないの。あ、オッケーオッケー、最後のスイッチあそこだ。あー、よかった。楽しいかよこのステージ。ちょ、このステージ楽しいな。うるせえ、果てしなく、果てしなくうるさかったね。ごめんね。さあ、アドリティ助けました。で、ただ問題、条件を何もかも達成できていないということだ。アルマパルマ1分30秒。多分これボス戦を30秒時間経過以内倒せってことなのかな。多分そうなんだと思う。ちょっと一回ちょっとあれクリアしていきましょうか。ん、隠れ道のさらに奥地を探索。全然違うじゃん。ゴール。なんでアルマパロマパだけ1分30秒で倒すんだろう。なんであいつだけ秒数付きなの。なんでなん。決戦ビースト軍団包囲網。次のステージ楽しそうなんで、それは次回あれか、ボス戦と連戦でやろっか。だから今回このステージでちょっと完全攻略するためにいろいろやっていきましょう。で、またトレジャーロードですね。まあこれは無視でいきましょう。あとで裏でやってきます、まあ。トレジャーロードだけは裏でやってきます。だからこれはもう全部動画内でやっちゃいましょう。じゃあ行ってきます。ワドルディ助けたい。さ、隠れた奥道のさらに奥地を探索とかいろいろしてきます。行きます。あ、やっぱここにワドルディみんないたわ。やっぱ見逃してた。ここにいたんだよ。でっかい宝も結構大胆にあったわ。なんで俺見逃してた。オッケー、これでワドルディは全員助けたが、隠れ奥地のなんたらこうたらってのがよくわからんので、ちょっとお前参加してみましょう。だってこれ一応ノーダメージで倒したけども、全員一応3体全員ノーダメで倒したけど、これなんかあったりすんのかな。あ、あ、キャロラインはノーダメなんだ。キャラロインだけノーダメで倒すっていう条件があるんだ。あー、そういうこと。なんだよ、全員ノーダメ来たのになんか、さすがにきつくねって思ったけど、まあ俺もいけたんだけどさ、全然。全然全員3体ノーダメージでいけたけど、なるほど、キャロラインだけノーダメージでいいらしいです。じゃあ、で、何？隠れ道のさらに奥の地を探索、どこ？隠れ道？ん？みんな、ここ道ないか？ここだー。絶対隠れ道の奥地ってここだー。さらに奥だろと、ここ。そうだ、ここだ。みんな炎で囲まれてた場所、一番最初のところの通りの一番あれ、なんかタイムクラッシュあんじゃん。タイムクラッシュあったわ。これを使ってゴールムンバーを倒せってこと？強すぎないか。手柄し見るか、みんな。タイムクラッシュ、タイムクラッシュ、ドゥ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 ザワールド。ういうい。ちなみにこれ近くにいるとこうやって爆発食らうんで、近くにいるだけでこうやって倒せます。強くね、タイムクラッシュマジ。オッケー。で、このステージも全部コンプリさんで、ここのステージもアドルディコンプリート。じゃあ次回はいよいよビースト軍団完全包囲網っていう場所と、この奥のこのボス戦でしょうね、誰かわかんないですが、このボス戦と戦っていくことでしょう。それじゃあここまでご視聴ありがとうございました。じゃあ次回いよいよこのレッドガル、レッドガル金属地のボスやってきます。バイバイ。